日本神奈川県横浜市鈴木区、折本町折本町は、神奈川県横浜市鈴木区にある地名。定番を持たない、単独町名である。住居表示未実施区域。東は、大熊町、西は、東方町、南は、川向町、北は中町台及び桜並木と接する。近隣の川向町に、 第三京浜道路江北インターチェンジが存在し、町内には神奈川県道、東京都道140号川崎町田線と第三京浜道路が通っている。川向町との境を、用水路江川が、また北部を鶴見川支流の大熊川が流れている。1939年の横浜市編入の際、鈴木郡川町をあざお本から新設した町。 元は、綴り本と書いたが、いつの頃からか、折本と書くようになったと言われている。地名研究で、折本は、崖地の下を意味すると言われている。古くは、鈴木郡折本村といい、1889年の市町村清志向の際、池の辺村、東方村、川向村、助戸村、川、和村、大熊村、 本郷村飛び地と合併し、と田村をあざおり本となる。1935年9月30日に、調整施行し、川和町をあざおり本と解消した。2006年9月、池屋広北店が開店。2011年12月、ホームセンター港南広北インター店、女神、上神広北インター店が開店。2012年12月、 ロピア港北インター店が開店。2016年3月はマス氏が開店。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。